嬉しいな。私に会いに来てくれたんだね。この箱は違うか。こちらは会いに来てくれないらしい。まずいな。本番前だというのに。返したくないし、私もここから離れたくない。あ、こっちでもないとなると、あ、もしかして持って帰…かわいいな。照れている？隠さないで。君のすべてを見ていたいんだ。それっぽいな。照れていないで出ておいで。君がいないと困ってしまう。いるのはわかっているんだよ。ほら、もっとよく顔を見せて。恥ずかしい？なら、そうだな。こちらを向いて。いい子だもの。私のお願いが聞けるね。あ、あった！え？え？プロデューサー？さっきまでの聞いて。いや、ずっと一人だと思っていて。ちなみに、どこから聞いていたの？ああ、私はね、探し物のついでにミニドラマのセリフが入っているか確認していて、多少脱線してオリジナルのものもいくつか。いや、ここまで言わなくてよかったね。ううん、私が悪いよ。こんな風になるなら誰か来るかもしれない場所でやるべきじゃなかった。完全な油断だ。ありがとう。次の機会は作らないようにするけれどね。ありがとう。複雑だな。だってあなたにしっかり聞かれていたと改めて伝えられているようなものだからね。プロデューサー、お互い様ではあるけれど、見せる気のなかった私の一面が覗かれてしまったという点は変えようのない事実だ。気にするか気にしないかは私が決めることだよ。
もし。お疲れ様。そうだね、順調かな。この進み具合ならきっと驚いてもらえると思う。どうかした？プロデューサー。困りごとなら話を聞くよ。私が直接。あれ？その質問に答える前に私からもいい？まだ外出中かな？同感だ。私の考えが正しければ現在地を言うと答えがわかるかもしれない。事務所前。もうやっぱり前に入っていた仕事が巻いたんだ。レッスン場にも空きがあって、予定より早く始めても大丈夫ということだったから、前倒して始めて。そう。それはお互い様というものさ。それにあなたを待つのは悪くないと私はもう知っているからね。そうだね、差し入れのメニューまで被っていないことを祈るよ。ああ、私もサプライズは失敗してしまったけれど、あなたにお帰りという楽しみができて嬉しいよ。それでね。釣れないことを言わないでほしいな、プロデューサー。私が起きていたいんだよ。ああ、今日はたくさん予定があって、私がそうだったということは、あなただって同じで、私たちは一緒に今日の仕事を乗り越えた。それなのに。私だけ眠ってしまっては。ううん、違うんだ。あなたとの時間が惜しい。起きていられるならその方が。
プロデューサーは…本当は違っていても、今は後者だって言うと思う。ずるい人だ。私はこんなに抗おうとしているのに。お父さんも寝てた方が嬉しいって言ってたな。いい子だもの。私のお願いが聞けるね。ううん、電話はもういいの？え？また顔に出ていたかな。当たり。感想をね、読んでいたんだ。今はミニドラマの予告についてのものが多くて。うん。ファンのみんなが私に求めてくれているものが、その通りの形で届いているんだと。実感できる瞬間は、何度味わってもたまらない。それこそ、少しの空き時間でも覗いてみたくなってしまうほどには。そうだね。それなら私もまた還元しよう。みんなが支えてくれた私で、みんなが望んでくれる私を見せ続ける。大切なファンのみんなのために。さて、ではまずは第一歩、今日の仕事に向かおうか。
ああ。ありがとうございます。ありがたい限りだね。うん、確かに得意分野ではある。そうだね。反応をいただけること自体がご褒美のようなものだし。そうだな。ああ、こっちに。ほら、もっとよく顔を見せて。恥ずかしい？なら、そうだな。こちらを向いて。いい子だもの。私のお願いが聞けるね。というふうに、あなたとじゃれ合う時間が欲しいかな。提案者はプロデューサーだ。もちろん叶えてくれるだろう。ああ、楽しみだな。